また新しいガジェットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。TP-Link の Tapo Smart Wi-Fi Light Strip MultiColor です。こちらのガジェットはですね、TP-Link の Tapo シリーズになりますけれども、Tapo というのは TP-Link のスマート家電のブランドですねで。私も以前にスマートプラグですね。いわゆるコンセント、まあ、Wi-Fi に接続して、 え、遠隔操作できたりね。あと、時間でね、タイマーをかけて、つけたり消したりするね、スマートコンセントとか。 まあ、あとスマート電球ですね。まあ、これも当然、遠隔でつけたり消したり、いろんな色にね、光らせたり、あるいはこう、スケジュール組んだりして、いろいろね、制御ができる、まあ、そういう電球があるんですけども、まあ、そのスマート電球ね、紹介させていただきました。で、今日紹介するのは、いわゆるそのね、シリーズになりますけれども、まあ、見ていただくとわかる通り、こういう紐状のものが、にですね、この LED ライトが付いていて、 まあこれを遠隔で光らせたりですね。あとこの色の光り方、パターンなんかを、まあ、おそらくコントロールできるんじゃないかなと思います。で、このタポシリーズですけど、そのスマートプラグとか電球とかね、使ってますけど、これめちゃくちゃ便利ですね。まあ本当にね、些細なことなんですよ。Wi-Fi につないで、まあスマートフォンで色々ね、コントロールできるっていうだけなんですけど、これめちゃくちゃ便利。まあ一度導入したらね、ちょっとやめられないんですよね。まあ例えばね、この上に今前つけたね、タポの電球があるんですけど、 ほら、これでね、リモコンで、これ Wi-Fi で接続してやってるんですよ。こんな感じですよ。で、まあ、この白い色だとつまんないから、じゃあちょっとガジェット YouTuber っぽくね、ちょっとこんなムーディーな色にしたらどうかなとかね、これをですね、スマートフォンで、当然他の部屋からもコントロールできるし、まあ、手元でもコントロールできるということで、今、黄色にしました。まあ、こんな感じでね、まあ、コントロールできるんですけど、これがね、 まあ、支えたことじゃないですか。でも、すごく便利。で、まあ、これからですね、あのー、クリスマスなんかのシーズンにも入りますんで、まあまあ、こういう電飾系のガジェットっていうのも、まあね、気になっている方多いんじゃないかなと思います。それでは早速、とりあえず箱で、ね、ぐるっと見ていきましょうか。まずね、あの、日本語パッケージじゃないですね。みんな、パッケージは英語になっています。ただ、ここに3年保証ってね、えー、シールが貼ってあります。このイルミネーションにも3年保証つけてくれるってすごいですよね。 で、一応ざーっと見ていくと1600万色ですかね。やっぱりいろんな色が出せますよと。で、線ルーメンで明るいですよ。で、強烈なホワイトライト。 っていうことなので、まあおそらくこれってカラーだけじゃなくて普通の白色でも光るっていうことでしょうね。やっぱりこういうカラーだとそういうなんかそのイベントとかね、そういう派手め派手な時はいいんですけど、やっぱり日常的に使うのでそんなチカチカするとちょっと疲れたりするじゃないですかね。だかそういった時におそらく普通の蛍光灯じゃないですけど、まあ白色で光りますということですね。で、これは、えー、カスタムカラーゾーンってことなんで、まあ色をね、色々。 光らせたり、どんな色で光らせたりっていうのができるということです。で、PU のコーティングされてますよっていうことですね。で、ハブはいりませんということですね。で、当然こういった、えっ、ー、と、アシスタント系の、もので制御できますよということです。で、あと、この上にね、シンクトゥ o ンドって書いてあるんで、音と同期して多分光り方が、まあ、変わったりすることもできるのかなと思います。一応長さが、これがだから5メートルっていうことですね。 それでは横も見ていきましょうか。まあ、ここ大体被ってますね。まあ、いろんなマルチカラーで外があってありますけど、まあ、ボイスコントロールとかね。アプリで制御できます。で、スケジュールとタイマー。まあ、大体こういうスマートカね、こういった機能ついてるのが当たり前だし、これがね、ついてないとスマートカ電にならないので、これも当然そういった、まあ、制御ができますということですね。で、切れるんですね。この5メーターを切っちゃっていいのかなこれなんか面白いな。 これ光るんだけど、切っちゃっていいってことですね。まあ当然ですね、5メーターだと長すぎるという時もあると思いますんで、まあ自由に切れるってことでしょうね。それではね、とりあえず開けていきましょうか。それでは同梱比見ていきましょう。まずは電源です。これをコンセントに差し込みますね。で、こちらを、 まあこれに差し込むということです。で、まあここがおそらくね、Wi-Fi に対応しているということだと思うんですけれども、で、ここなんか、ちょっとボタンになってるんで、まあおそらくオンオフとかねえ、簡単な操作がここでできるんじゃないかなと思います。で、ここがこういう差し込みになっていて、まあ実際ここに、このさっきのね、テープみたいなライトをまあ差し込んで、 使うということになると思います。一応最初こういうふうにね、ちゃんと巻いてありますけれども、ただね、このライトを見ると意外と透明で、まあ、さっき TPU って書いてありましたけど、いわゆるそのスマートフォンの TPU ケースみたいなね、柔らかいゴムっぽい素材になっています。で、TP リンクとか書いてありますけど、だからこれって光ってないとこ時は結構こういう感じで中が見えてる感じなんですね。ちょっとメカニカルな感じでかっこよくも見えますけれども、まあ、光ってないときはこんな感じです。 で、確かね、これね、巻いたままね、つけないでくださいって書いてありましたんで、そんなに熱くなるわけではないと思いますけど、やっぱりこういう重なった状態でね、光らせたりすると、まあ、ちょっと危ないのかなというところです。同梱されているね、クイックスタートガイドというのがあります。で、日本語の表記は基本的にはないんですけど、まあアプリで設定してくださいっていうことで書いてあります。で、一応注意書きみたいなのがあって、これですね、なんか切るところはこういう切るマーク、ハサミのマークがあるところで切ってくださいっていうことみたいです。 で、こういうふうに90度に折り曲げるのは OK ですよと。で、こういう感じでひねってもいいっていうことですね。で、このチェックがついてるのはまあ OK っていうことです。ただ LED があるところで曲げないでくださいねっていうことですね。ライトを見ていくとですね、ハサミのマークがあります。まあだからここでカットできるということですね。だから自由にどこでもカットできるというわけではないんですけど、 まあこうやって見ていくとですね、ちょっとピントが合わないんですけど、もう一箇所ここにありましたんで、まあだからところどころにこうね、カットするところがありますので、まあその範囲内で調整ができるということです。それではライトの方をね、ほどいてみました。5メーターありますんでね、やっぱり出すと結構な量になりますね。それではまず接続していきたいと思います。まずこちらがね、コンセント、電源につないでいます。で、ここにつなぐ接点がありますんで、まあ単純にここに差し込むだけですかね。 えー、まあこれだけという感じです。まあただこれカチャッと止まる、パチッと止まるような感じがないんで、もしかしたらちょっとあー抜けやすいのかもしれないですね。なんかこれロックする蓋みたいなとかないんですね。ちょっとここは心配かもしれません。だからあんまりこう引っ張られるような感じでは設置しない方がいいでしょうね。それではおなじみのタポアプリでセットアップしていきたいと思います。まず新しいデバイスを追加なので、ここのプラスからですね。 で、今回のやつはどれかなテープライトかななんかこれっぽいですね。ただこれどっちだ ?L の920、L の930、L、どっちだろう箱を確認したら L の930でした。じゃあこちらをセットアップですね。で、電源を入れる前に電源アダプターとコントローラー、テープライトを接続しますということで、テープライトとコントローラー接続する際には互いに矢印が向き合うように、えー、してくださいということです。あれ間違っちゃったかな 説明書はね、ちゃんと確認した方がいいですね。やっぱり逆にさしてました。で、今差し替えましたんで、次へ。で、テープライトの電源をオンにして、約15秒間、またオレンジと緑の光が流れるまで待ちます。ということで、とりあえず、こっち側のね、さっきのこの、ちょっと見えないんですけど、これ。これのね、電源をしていきます。えー、っとね、光り始めました。結構で、ね、これ最初に光るまでに時間がかかりますんで、若干心配になりますね。 で、オレンジと緑色に点灯というふうに書かれていますので、これをタップ。そうするとですね、おそらく今設定にね、入ってると思います。接続が完了するとですね、デバイスに名前をつけましょうということなんで、今回はとりあえずデフォルトままで行きましょう。で、タポデバイスをどこに設置しましたかということなので、ここは子供部屋なので、そのままね、子供部屋で行きます。そうするとタポのデバイスのアイコンを選んでくださいということで、これはわかりやすいものでいいと思いますけど、とりあえずこのテープライトのアイコンで行きます。 で、説明書はね、特に付属していませんでしたけど、アプリの方で細かいね、ちゃんと日本語に対応した説明書がありますんで、で、ハサミで切りたいというかね、さっきの説明なんかもしっかりとされてますんで、まあ一度アプリの方で確認をね、した方がいいと思います。それではセットアップの方完了しました。ここにね、新しいデバイスとして、えー、テープライト入りましたね。でこれちょっとアップしてみましょう。で、これは前のね、スマート電球と大体似たような感じのですね、えー、設定ができます。 で、これで今、ちょっと後ろを見てください。明るさのね、100%。より暗く、より明るく、みたいな感じで設定ができます。で当然、ここで青にしたり、はい、赤にしたり、緑にしたいっていう感じで、まあ、色を選択することができます。もちろん、ここでオンオフですね。電気消したり、えー、つけたりすることができますね。 だからやっぱり電球とすごく似たような感じですね。で、音声シンクロってのがあって、これはなんかね、音とシンクロできるみたいです。ちょっとこれ後でやりましょう。で、えっ、ー、と、エフェクトっていうのがあって、これもまあ似たような感じですね。まあ自分でいろんな光り方をね、コントロールして、それを保存してすぐ呼び出せます。例えばこれ。例えばこっち。みたいな感じで作れるんですよね。で、これどうやって作るかっていうと、プラスやって、そうするとこれが多分テープの こうね、テープになってるんですよ。で、どっからどこまでを何色で光らせるかみたいな感じで、じゃあこの紫色っぽい色で、まあこの辺まで光らせますよと。で、例えば、じゃあ次は緑色っぽい色で、真ん中辺でちょっとオレンジ入れながら、えー、じゃあちょっとこのピンク色っぽいね、紫色っぽい色で、えー、この辺を行きましょうと。で、あとこの水色っぽい色。 水色っぽい色をちょっと間に入れていきましょうみたいな感じで、まあこれ作ったとします。ああ、ちょっとおかしく、ああ、ちょっと、ちょっとおかしくなっちゃったけど。えー、まあこれ保存しましょう。で、今作ったのはここですね。カラーペインティング3というものになりましたんで、ちょっと見づらいかなこれを押してみます。はい、そうすると今自分が作った、まあ色でね、えー、保存されていて、これがすぐに呼び出せる。で、前のやつも呼び出せる。で、こっちも呼び出せるみたいな感じで、まあ自由にね、えー、色の光り方をコントロールすることができます。 で、似たような機能でえ、エフェクトをね、カスタマイズというのがあります。で、今これね、自分で作ったらありますけど、こんな感じでね、これちょっとこう、エフェクトで動いてるじゃないですか。光りながらこう、動いてるような感じありますけど、まあ、この辺もコントロールすることができるんですね。まあ、こんな感じです。色を選んで、これね、どのぐらいの色を使いますかということ色を選んで、あと、高速か、ゆっくりかとかね。で、あと、明るさですね。まあ、これを選んで保存という感じです。 まあそこまでね、自分でこだわらなくても、プリセットが用意されてますんで、まあこっから選ぶだけでも十分楽しいかなと思いますね。とりあえずオーロラ行ってみましょう。はい。なんとなくこう、徐々に光っていく感じですね。わかりますちょっとこう、徐々に光っているんですね。で、ちょっと今、このね、ピンク色っぽい紫色が入ったりして、まあいかにもオーロラっぽいよということです。じゃこの沸騰ってやつやってみましょう。これちょっと動きが早いですね。 チカチカした感じです。まあだからここから選ぶだけでも十分楽しめるかなと思います。それでは次は音声シンクロやってみましょう。これはですね、音楽を流しながら、まあこの再生ボタンを押すとですね、まあおそらくこのマイクで拾って、まあそれでね、こちら側を自動にコントロールしてくれるというものになると思います。それではちょっとやってみましょうか。ちょっとね、音楽流しますんで、音量には注意をしてください。じゃあまずこれでね、適当な音楽を流します。 今変わってないんですけど、音楽が流れてる状態でカメレオンコントロールをオンにします。そうすると消えましたね。はい。今音楽に合わせてついたり消えたりしてるの分かりますかねちょっと音楽によっては分かりづらいかもしれませんけどね。 という感じで、まあ音楽に合わせて、まあ光るということなんですけれども、まああとこの上でですね、色を指定することができます。まあ例えば緑色っぽい色だけで光らせるとか、青だけとかね、まそういった感じで色の指定ができるんですね。あと明るさです。まあこれは100だったり、まあ少し暗めにしたりね、できます。あと、これはテンポですね。ゆっくり、ノーマル、高速ということで3つで、ね、照明効果の速度を調整しますということで、まあこれも3段階選べます。 あとは音楽に合わせて自動にね、ライトが光るというものです。それではですね、せっかくなので、まあ、やっぱりこういうのはね、よく私が見るのは若いね、おしゃれなガジェット YouTuber が 部屋のね、なんか隅の方をこういうライトで光らせてるっていのをよく見るんですよ。まあ海外の YouTuber でもね、いらっしゃいますし、まあ日本でもね、やっぱり若い方なんかはこう自分が映ってるね、後ろ、後ろの部屋の方でなんかぼんやりとこういうカラフルなね、照明を使って光ってるみたいなのがあるんで、まあちょっとそこまでセンスはないんですけども、 まあ、イメージをつかむためにちょっとやってみようかなと思います。まあ、とは言ってもね、私はこの子供部屋おじさんなので、子供部屋なので、子供のね、まあ学習づくりの上でやってるんですけども、まあちょっと今、バックパネル外しましたんで、まあこの辺に設置したら、結構いつもレビューするときね、こういう感じでやってますけど、少しこの辺から、 明かりが漏れていい感じになるんじゃないかなと思います。まあそもそもこのカーテンがちょっと子供っぽいっていうか、ういかにもキッズルームといったカーテンなんですけども、まあまあこの辺は見ないことにして、ちょっとこの辺にね、だから貼り付けてみたいと思います。で、これですね、テープがもともと付いてるんで、このまま貼り付けられるんですけど、まあちょっと今回はとりあえずね、えー、仮止めでやってみたいと思います。それでは早速ね、娘の学習付けにテープライトを設置してみました。こんな感じです。まあ白い光でね、やってるんで、 ま、特に変わった様子はないかもしれませんけど、いきますよ。せーの、どーん。<laughs> なんだこれは。もういかにも、イケてるガジェット YouTuber といった感じですよね。もちろん、緑にもできますよ。青にもできるみたいな感じで。ちょっとどうですかこれやっぱカーテンが若干いけてないけど、少し、ぽい感じにはなりましたよね。それっぽい感じにはなった。ということで今日はですね、TP Link のスマート家電のシリーズ。 タポのですね、テープライト L-930 というね、商品を紹介させていただきました。やはりタポシリーズなので、アプリで簡単にね、セットアップができますし、まあ基本的な使い方として、やっぱりね、えー、以前紹介したスマート電球と同じで、まあ遠隔操作ができたり、まあスケジュールを組んで、まあ付けだり消したりとかね、あと色をいろいろ変更したりということで、まあ使い方そのものはね、似たような感じなんですけど、ね、やっぱりこれはですね、テープライトということで、まあ見ての通りですね、私の部屋がめちゃくちゃイケてるね、ガジェット YouTube の部屋に早変わりしましまたやはりですね、まあ、あの、ライトアップといった感じになりますんで、まあ、どうしても部屋が行けてないなとか、垢抜けないなという方は、まあ、ちょっとこれをね、プラスするだけで、かなりいい感じになるんじゃないかなと思います。まあ、だからやっぱり自分の部屋をね、ちょっとイメージチェンジしたいとか、あとやっぱお店、店舗なんかをやられてる方で、ね、お店やられてる方で、ちょっとやっぱりね、地味だなと、自分のね、お店が地味だなという方は、これをね、追加することによって、 こうで、ね、いい感じに演出できるんじゃないかなと思います。で、やっぱりこう、ライトアップってなんとなく冬っぽいイメージもあるんで、まあこれからの商品だと思いますんでね。まあぜひ、部屋をですね、イメージチェンジしたい方はね、このタポの L の930いいんじゃないかなと思います。まあ価格はですね、amazon でだいたい6000円ぐらいで購入できると思いますんで、 まあその辺も非常に買いやすい価格になってますんでね。まあ気になる方はね、チェックをしてみてください。購入先と詳細については動画の説明欄にリンクを出てきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。